どうもこんにちは、加納和真です。今週は10話、11話、2話連続で感想を言っていきたいと思います。なぜ2話連続か、それはですね、なんかコメントでですね、後半の方が面白いよなんていうね、そういう情報をいただいたんで、じゃあもうさっさと消化した方がいいんじゃないのかなと思ってね、それで2話連続です。まあやっぱ内容もね、薄いんで、もう2話連続であれば濃くなるだろうっていう、そういうカルピスの原液を大量に入れる作戦で、そういう感じでやっていこうかなと思います。まあ来週はね、1話戻ってるかもしれないですけど、最近ね忙しいんですよね。ほら、ゴールデンウィーク10連休とかあるから、俺そういう休日とかに忙しくなるタイプ仕事してるからさ、ほんとね、ふざけんなよな。10連休考えたやつふざけんなよな。はい、ということで、それでは、テラスハウスの感想動画楽しんでください。どうぞ。まずはエリック・デ・メンドンサさんが卒業されるそうですね。おめでとうございます。そして、エビアンと、ユウヤくんがね、まあいい感じになってましたけども、そのユウヤくんが、エリックさんと、こういろいろとね食事をしている時にさらっと一言こう言いました。3人の中だったら一番可愛くない方の子じゃん。けど結構話してる。なんでしょうね、その男だけで酒を飲んでる席でそういうことを言っちゃうっていう可能性はなきにしもあらずかもしれませんが、まあ、ゆうやくんはね子供なんでね、あそこで一切お酒を飲んでなくて、でしかもカメラがね回ってる中でああいうことを言うと、シンプルに口悪いですね。それはね本当口悪いですよ普通に。ちょっとね、まあ、褒めてるつもりなんでしょうけどね、そうあれは良くなかったですね。なんかそういうのありますよね。なんか褒めてんのかっていうようなこと言ってくるって、なんかなんだっけ、水曜日のダウンタウンみたいな感じのやつじゃなかったですか。いい意味でをつければ何でも許されるみたいなね。3人の中だったら一番変わるよね、いい意味で。いや全然良くならないですね。ダメですねこれね。そして、フランク・ナオミ・ロレインとユースケくんが卒業されましたね。そして最後にね、ユースケくんがある歌を歌ってくれまして、ほんといいメロディーでね、ほんと感動的なね歌でしたね。ただねやっぱね歌詞にね注目してね聞くとね、出てくる単語はね結構普通っていうね、それはねまあしょうがないよね、18歳ですから。なかなかやっぱそう語彙力みたいなものはねまだまだやっぱ身についてないですよね。それはしょうがないです。僕もねやっぱまだまだちょっと語彙力足りないなと思ってね、最近類語辞典を買ったんですよ。類語辞典ね、言葉、同じ言葉がねいろいろ載ってるような辞典で、あれすごいいいですよ。本当になんか自分の語彙が増えていくなっていう感じがしてね、本当いろいろとはかどりますよ。そして、今回の第10話でね、僕に一番ね驚いたことがあります。それはですね、テラスハウスって家に表札があるんですけど、そこにテラスハウスってそのまま書いてるんですね。いやー、あんなことしてバレないんでしょうかね、周りにね。なんか話題になりそうですけどね、ここテラスハウスじゃんってね。いや、まあもしかしたらそう撮影の時だけあれつけてるのかもしれないですけどね。いや、びっくりしましたね。まあ、そんな感じでね、2人がいなくなったということで、新メンバーが今回登場しました。その新メンバーについては11話の感想でいきます。はい、それでは第11話の感想いきます。それでは、まず最初、新メンバーの1人目ですけども、羽石杏奈さん、22歳。22歳ってあれですよ、動画の中の話ですからね、現在じゃないですからね。で、現在アルバイト中だとね。彼女はねもうなんかもうパッと見もう完全ゴリゴリのギャルっぽいけど、でもなんかこう肉感がいいよね。肉感、なんかこう足がね。だってね、その後朝のシーンが出てくるんだけど、朝の後ろ姿がもう本当に、ありがとうって、もう寝起きであんな見させられたら、もう一番最初出てくる言葉はもうおはようじゃないもんね、ありがとうだもんね。いや本当ね、だからね、よかったよね。俺さ最近さ、スピーシーズの動画もさ作ってさ、俺ほんと下ネタしか言ってないんだよな最近、やばいな、ちゃんとやろう。そして2人目のメンバーが出ました。噂の玉木大志さん、現在29歳の、無職ですね。もともとはその LA で日本食のレストランで働いてたんですけど、その時からそのハリウッドで俳優になるために頑張ってて、それでテラスハウスに受かったんで、それでハワイに来たという方でね、
彼が何ですか、噂のギルティ侍さんでしょ。え、違うの。いや、侍の部分はなんとなく分かったよ、その剣道やってっから。でもなんかね、なんでギルティなんでしょうかね、わからないですけどね。でね、彼はやっぱ、彼なんか問題起こしてくれるんでしょうかね。そのね、やっぱその最初入ってきた時に言ってたのが、死ぬほどの恋をしに来ましたと。そんな相乗り気よって思うけどね、ちょっと違うなって思うけど、いやでもね、なんかこう女性陣をいろいろと食事に誘ったりとかして、結構ね、なんかアクティブな感じでなんかね、問題起こしてくれるのかね。問題って言ったらあれか、話題をね起こしてくれるのかな。あ、楽しみだね。そしてね、今回の第11話の中でね、一番のね、見どころはですね、僕的にローレンさんがですね、こう女性陣とこう恋愛話、まあ、恋バナになった時に、そのテラスハウスの中でデートしてないの、なんていうことを聞かれて、いや、ん、してない、ん、あ、みたいな、そのユースケさんとのデートを入れるか入れないかというね、死体に鞭打つのやめてくれませんかいや、傷つきますよ、ローレンさん、そんなの、あんなもんね、見させられたらね、さらにで、心の傷が悪化しますから、本当にやめてください。辛いですよ、そんなこと言われるとそして、エビアンとユーヤ君の2人のね、恋愛がね、いい感じに進んでいたんですけども、ここでね、なんかちょっと空気感がなんか暗雲立ち込めるって感じで、なんかこうユーヤ君がですね、あんまりこう乗り気じゃないというか、ちょっと冷めた感じになっちゃってるんですよね。まあそれもね、なんと誰かも言ってましたけど、やっぱこう追われる、追う側の恋愛だったのが、突然向こうからこう振り向かれたら飽きちゃうっていうね、いや、ひどい話ですよね。まあでもね、確かにそんなね、まだね、好きっていうか、まあ、付き合ってもない状態で、私はあなたのシンデレラよみたいなね、ああいう言葉言われると、あ、ちょっと重てえなって思っちゃうかな、うん、あれちょっと思っちゃうかな、うん、しょうがないですけどね。いや、しょうがなくない、うん、なんか好きってね、あんだけ言っといてさ、そんな振り向かれたらね、ちょっと飽きるって、それはやっぱないかな、うん、あ、ひどいですな、ゆうやくん、ね。さ、それではね、今回の動画これで以上です。来週はね、12話ですね。新シーズン始まる前には15話ぐらい行きたいな、うん。それでは、来週もよろしくお願いします。それでは今回の動画はこれで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。